どうも、ナンバーアイ大好きまいこです。今日ナンバーアイの初単独ライブの日なんだけど、めっちゃ雨。美容室行って髪の毛セットしてもらったんだけど、絶対会場入る前にもうダメになっちゃう。先生に到着しました。まあ、大体の方がこのビビカモメに乗っていくか徒歩で行くかだよね。本当に私くせ毛だから、もう雨が本当快適なの。本当めっちゃ嫌だって思ってるんだけど、でも岸くんが大切な日は必ず雨が多いっていうお話されてて、今日単独ライブ初日だから雨だねみたいな、逆にハッピーみたいな、なんか岸くんの大切な日を身をもって体感できてる感があるんだよね。でも本当豊洲ってさ、キンプリの聖地多くない？でまずさ、あの橋よ、わかります？アイプロミスのだいたいあっちの方ね、こっちじゃなくてあっちの方ね。あそこでジャケ写撮影されてるし、ジップのさ最後のロケ地もそこのマジックキングダムだよね。バーベキュー場とかイベント撮影スペースみたいな感じのとこ。あ、そう、今週さ、いわきがライブするプレスビット、まあそこもキング&プリンス6人がさ、デビューイベントだよね。ハイタッチ会みたいなのやったところ。あと岸くんも G メンで試写会やった場所だよね。でそれにさ、今日の有明もさ、多分キング&プリンスもいわきも立ってるんだよ。3人が今回立つことによって6人がコンプリート。いや、そう思うだけでちょっとハッピーだよね。あとなんかさ、そこら辺の、なんだっけ、なんかスポーツできるところあったよね、施設。そこにもさ、キンプルでさ、キンプリの5人が、スポーツテストみたいなやつ来てたよね。もうとにかくさ、ほんと、トロスって縁があるよね、6人が。あ、ここ。あ、ちょ。バーベキュー場の方がメインに映っちゃうね、こっちからだと。正面の入り口、こっちだね。ここにキンプリちゃん来てるんだよね。前もなんかの動画で言ったっけ？言ったかも。おしゃれー。ここでバーベキューするだけでも楽しいもんね、絶対。ですね。で、隣にサッカー場あって、この向こうが豊洲ピットなんだよね。ほら、また今週来ます。こちら豊洲ピットで、この隣の道がさ、さっき言ってた橋、晴海大橋だっけ。ここね。そうだそうだ、ほら晴海大橋だった、合ってた。で今日の行く先はこのまっすぐ向こうなんだけどね。ここの橋は前友達と来てジャケ写と見比べたから、もう絶対間違いないと思うんだけど、橋の途中にこう椅子が置いてあるんだけど、似たような場所がなんか3か所か4か所ぐらいあるんだよね。でもなんか多分端から2番目ぐらいの椅子の場所がキンプリちゃんが座った場所だと思うんですよね。座ったっていうかジャケ写を撮った。でも嬉しいよね、街がどんどんキンプリの聖地になっていくっていう。ライブ自体はさ、始まるのまだちょっと後なんだけど、グッズの整理券持たれてる方とかも来てるかもしれないよね。あ、行く人いる。ちょっと紛れて向かいたいと思います。こっちに向かってる人も絶対みんな行き先一緒。どんどん近づいてきました、今回の会場。混んで行く道帰る道分けられてるのかな、これ。あ、あそこなんだ、グッズ売り場。並んでる並んでる。あー、近づいてきた。もう中でリハとかしてるのかな。ちなみに私はちょっと整理券持っていないので様子をちょっと見に来ました。グッズだけ購入しに来られてる方もいるんだもんね。まあでもこんな雨だけど、お城近くに少しでも行きたいよね。はい、到着いたしました。
有明アリーナ。フリーワイファイあるじゃん。スタッフさんも動き始めてる。まだ今ね、人少ないけど、この後人でいっぱいになるんだよね。あー、いよいよやってきました。3人に会える日が。どこの奥にいるんだよな。あ、傘持ちながらはむずい。取れてるよね。OK。 めっちゃいいとこ見つけてるじゃん。ここ雨に濡れないよ。こんな謎にね。何もいい。やばい、靴下。あっちのさ、有明テニスの森って駅だっけから来る方もいるよね、きっと。あの、いろんな着方あるか、タクシーとかも。翔くんめっちゃいる。そこ並んでんだ。人でいっぱいになっちゃうと気づきづらいんだけど、ここにね、 CD 販売してる場所もあるんですよ。で、こちらのカフェの店内もナンバーの楽曲流してくれてるの。せっかくなので、岸くんが好きだと言っていたチュロスをチョイス。ディズニーのチュロスが好きなのかな。っていうか、袋あみあみだからずぶ濡れ中身。食品ショップで靴下買った。さすがにやばい。翔くん、ヒル、こんなところで偶然お会いするなんて男前。すごい人、もうすごい反射してますよ、なんかすごい傘が。雨だけど、あの内側のとこがなんか雨宿りできるスペースになってて、ここに寄ってる。建物に沿ってる、みんな分配方法を書いてくれてる。もう時間だ。お腹ついてる。え、なーに。あの G の13ってところ、ここら辺ですね、多分。ここの13列目だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10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 ,
雨やんだ。いや、これ7000円したんですけど、ここにメモった。あと1階の通路に設置されてるモニターにナンバリングのロゴが表示されてるとこがあって、出てきてから気づいて、外から夜公園入られる方に無理言って撮ってきてもらいました。マジ感謝。すごい傘、すごい。私忘れ物、習得物。一生せ。ナンバリング最高だった。ありがとうナンバーイ。私たちは今日からアイリーズ。帰りもむっちゃ混んでる。
い人。いやすごいよかった。まだ3人この中にいる。散々髪の毛守ってきたのにすごいことになってる。まだ3人がいると思うと名残惜しいよな。そして実は晴れていたら行こうと思っていた千客万来下見まで行ってたんですけど、そちらの様子ご覧ください。豊洲ピットに行かれる方もいいかもね。中もあるじゃん。トイレのマークかわいい。トイレは宝って感じ。なんかちょっとお祭り気分になれる。ん？おせんべい？ウニイカ。カニさん。ジャジャーン。500円。ケース？あ、かわいい。ほら。おじさん。紫アジサイからの景色。ちゃんと2人も来てるよ。レモン水らしい。かけるとピンクなんだって。なった？なってるか。うん。持ってる。かわいい。卵のお寿司。はい、お茶つです。ありがとうございます。ホタルイカイカチクなーい。美味しそう。タコかわいい。これ最後に言っときます。中トロ。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。